篠田家竹売りは中世紀に存在した日本の行商人である。中でも山品家を本所とした家を効能及び販売する者、及びその身分を竹久五人と言い、同家に属した三女にあって竹を販売する者を竹売り三女者、竹売り三女者という。江戸時代に切った篠竹を行商した者も竹売りと呼んだ。室町時代、当時の経済流通。 交通の変化、発展を受け、農民が自ら伐採した竹を売る竹売りに進出する例もあったが、京都においては、山城国宇治郡山品層の山品家を本所とした、筑久五人が、久五人として朝廷に竹を奉納し、独占的に販売していた。山品家の筑久五人は、の2箇所に存在した。1481年には、 深草と小畑の地区五人同士がその利権を争い、結果的には、伏見派久し菊五人、小畑八賀氏と判定された記録が残っている。このほか、山品三女の者たちも、竹売り三女者として、竹売りを行った。当時、家門女、大沢和有は差配していた、この竹売り三女の所在地は不明である。同時期、15世紀末の1494年に、 編纂された三十二番職人歌合わせには材木を売る材木売りとともに竹売りとして紹介されている江戸時代の江戸で切った篠竹を竹屋を連呼しながら売り歩いた行商人も竹売りと呼ばれていた。店を構えた者は竹屋と呼ばれた。ありがとうございます。